ね、はい、流動食を手のひらにで食べたりもしました。あ、手で舐めました、はい、舐めて食べました。もともとうちのご飯は、もともとうちのご飯はまだ食べてない。その子ちょっと飲みをしてもらったら、あ、2人であれあります、健康チェック表持ってきました。持ってきてない。今日、夜と朝は 2ml 以上取れました。日おしっこはわかるかな。おしっこは結構ルビーをしてまして、いつも、まあ、そこそこ何個か、何個くらいいました。大体いいですけど、普通のうんちですよね。形ありますよね、はい、普通の形あるうんちで、まあそうですね、今もたくさん、ちょっとルビー混ざっちゃったんですけど、今もたくさん出してるんで、まあ450。家では本当に普通にリラックスしてて動いてもいます。あ、本当、じゃあ動き自体はまあまあ良くなりました。良くなってます、はい、だから本当に悪かったかとかわからないぐらい、わからないぐらいで、じゃあ、昨日に CC と今日に CC で、朝の分の薬飲めたんですね。飲みました、夜も朝も。はい、ありがとうございます。また運転した。はい、じゃあね、はい、ちょっと点検します。捨て箱の薬。はい、ごめんね。はい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 。口の中の粘膜の色、はい、これが顔色です、はい、うん、だからなんていうような色だねちょっとピンク色が変わってるけど、少しちょっと青っぽいというか、はい、ちょっと蒸気の方が、だからチアノーゼ、酸素が足りないような色してるんだよね。人間でいうコロコロみたいなもんですね。そう、そうなんですね。肌の表面見てもさ、顔色ってわかんないからさ、まあ、ただまだ毛が薄いからさ、目の前の色とか耳の色とかね、はい、で、熱湯入れましょう。はい、じゃあ、はい、これ大丈夫か、これ。水、あと自分で水、給水ボトルから水を飲んでました、はい、飲んでました。それはいいことですね、はい、で、お家でじゃあ呼吸はだいぶ楽に、でも、こっちの声よりは早い、この頃早いね。まあ、興奮しますと早くなりますけど、はい、家でリラックスするときの呼吸ってどうです？まあ、そんないつも通りでした。いつも通りぐらいでした、はい、じゃあ今からね、栄養補助ではできそうですね。できそうですね。じゃあこの場でちょっと治療しますからね、はい、できる範囲のこと、はい、じゃあちょっと点滴します。それから吸入と酸素やります。点滴はまだ必要なんですか？まだいりますね。ご飯をさ、自分で食べないと。一応糖分とかも入ってる。糖分は入ってないんですけど、電解質、ナトリウムとかカリウムとかクロールとか、それと血液と同じような浸透圧になるようにね。いつもそんなに痛がない。いや、痛がりますよ。はい、すごいね。はい、さあ、これからもう何本か作り出してください。出る薬と一応動かす薬、それから痛み止めと、まあ、これも消炎鎮痛剤、自宅にして、じゃあね、もうちょい大きいケース持ってきて。
ちょっとこれではちょっと汚れちゃう感じしたら、はい、いいよ、で光線照射、はい、ちょっと光線照射量を起こしますね、今日昨日薬1日分しか出さなかったから今日1週間分薬出せます、はい、それでじゃあ干しそば出してみますか、薬ケースで、薬も作って、うん、飲んできてる、で A の薬はさ朝晩伸ばしていただいていいんですけど、はい、B の方の薬を2日に1回にする、だから今日は休んでください、はい、だから B の薬飲むのは今日が7だから3月8日偶数日ですね、偶数日の夜わかりました、飲ませてください、ステロイドのやつ、そうですね、ウェットボイスずっと言ってなんかこれみたいなんで、これはねとってもいいですよ、私も1年ぐらい前にちょっと教えてもらって、いろんな動物の鬼はバッシング嫌がると、蜂に最初これで鳴らしてもらってね、それからこれで鳴らしてもらってね、さあじゃあ吸引しますね、はい、じゃあ